いやー、今回の新生活セールもお疲れ様でした。また、セールで大量に買い物してる。はい、こんにちは。お得になるためのセールで買い物しすぎて毎回お財布が悲鳴を上げています。どうもウプ主のディスコと。しかし、Amazon の割引率を見ると買わずにはいられない。この気持ちは何だろう。青月かんなです。ってことで、先日は Amazon で春のビッグセール、新生活セールが開催されていましたね。今回も配信をしたんですか？はい、初日夜、3日目夜、最終日夜という感じで、2日に1回くらいのペースで雑談混じりにやってました。新生活セールってことは、やっぱり生活家電が中心なんですか？ Amazon 側の意図としてもやっぱりそういう趣旨のセールみたいで、今回の大幅ポイントアップ製品は白物家電やテレビが選ばれてましたね。注意書きで、しっかり、PC 周辺機器、オーディオは除かれてて悲しい。私は新生活で大学生とかだったらのパソも必須家電になると思うんですがね。まあ、シーズンとはずれるものが多いってことでしょうな。ちなみに白物家電系は3点セットとかで買うと、ぐっとお安くなる傾向が強かったですね。ということで、まあセールの思い出話はこれくらいにしておきまして、早速ですが今回私が買ったものを開封していきたいと思います。ってことで1点目、これはもう箱でネタバレしちゃってるんでサクッと買ったことだけ紹介しておきます。はい、言わずと知れたコーラゼロですね。実は私大好き。ただ、普段はあまり飲みすぎないように注意はしてます。おお、ちょっとだけ健康志向。でも3日に1本くらいは飲んでる気がしますけどね。細かく買うのめんどくさいんでまとめ買いしておきました。では次、このちっこい箱行ってみましょう。Amazon さんのこの手の箱マジで開けやすくて助かります。手でバリバリ開けられるんでカッター不要でいいですよね。で、中身ですが。はい、まずはこちら。ユーグリーンさんから販売されている USB-C プーシーのケーブル。なんと半額くらいになってたんですよ。最近は充電器側も C だし、機器側も C っていうのが増えてきましたからね。個人的にはケーブルとかチャージャー、その他小物ガジェットでユーグリーンさんはかなり信用してるメーカーです。ほぼユーグリーンで揃えてます。では次、これセール配信でリスナーさんに教えてもらって半信半疑で買ったんだけど。はい、こちらです。これに違和感を感じた方はかなりの Amazon マニア。普通のオーキーさんなバッテリーじゃないですか。では製品ページをどうぞ。はい、こちらがこのバッテリーを買った製品ページですね。PD と QC 対応で、1万ミリアンペアアワーで、お値段なんと割引込み1500円くらい。オーキーさんのバッテリーで、これって激安すぎませんか？であれ、どこにも、オーキーっていう表記がない。そう、実はそこがこの製品の新縁ポイントでして、なんとオーキーさん、Amazon から締め出されたらしいんすよね。配信で詳しい方から、桜レビュー絡みと教えてもらいました。で、今こうしてノーブランド品として売られている。あとはご想像にお任せします。本当に深淵の世界。マジで、大きいで届きましたね、これ。マジか。大きいで届いてるわ。いや、これ噂聞いてたんですよ。まあ、どうするかは皆さんにお任せします。多分この様子だとまともなメーカーサポートとかは期待できないでしょうし。ただ、私は PD と QC 対応の品質良さげなモバイルバッテリーが1500円ぐらいで買えたということで全く気にしませんというかむしろ嬉しい。強心臓すぎる。このくらいじゃないとジャンカーは務まりませんよ。では次、これは電子工作とかで使う目的で購入。ポリウレタン銅線、UEW 線ってやつですね。ちょっと前だとエナメル線とかで売られてたような洗剤の仲間。まあ別にセールで安くなってたわけじゃないんですが、アマチュア無線の工作で使おうかなと思って買いました。では次、これはジャンクノートパソコンの修理用にちょいちょい買ってますが、サンイーストさんの 2.5 インチ SSD、128GB が2個ですね。サンイーストさんは Amazon セールの度にマジで激安になるんでよく買います。しかも、今、特に SSD とかメモリが安いですからね。もう HDD にする方が高くつくような時代になってきましたね。まあこの前動画でハゲさんとかも紹介しましたけど、私はなんやかんや激安 SSD はサンイーストさんを使うことが多いですね。では次、この袋梱包で届いたものを見ていきます。どれどれ、1個だけか。これも電子工作のために買ったパーツっすね。はい、ちょっとマニアックですけどトロイダルコア。アマチュア無線用。無線やるようになってコイルをマジで頻繁に使うようになりました。全くわからんです。まあ気になる人はサブちゃんもよろしくということで次。これは実は私が使うもんじゃなくて、家族に頼まれて買ったもの。何かというとミシンですね。コンピューターミシンとかいうのを買ってみました。コンピューターってなんだろうって思ったんですが、マイコン制御ってことすかね。設定を内部のマイコンに保持できるってことでいいんかな。このチャンネルで、ミシンの開封を動画にする気が来るとは。まあ本来新生活セールなんで、こういう家電がメインだからね。ってことで一応開けてはみたんですが、ミシンのことがわからなすぎてそのままそっと戻しておきました。家庭科の授業で糸が絡まりまくった思い出。無駄にダダダダダダダってやりますよね。次はでかい箱。なんですが、重さ的にこれは予想がついてます。はい、今回は2セット購入したのですが、トイレットペーパー。ティッシュとかもそうだけど、Amazon セールでいつも買いだめしておいてます。これ2倍巻きなんで、トイレットロール24ロール分の、ペーパーがこれだけで入ってますね。これを2つなんで、実質48ロール分ぐらいありますね。これ超おすすめ。2倍の上に3倍ってのもありますが、私はいつもこの Amazon のプレストみたいな2倍巻きのやつを使ってます。スーパーで買うと持って帰る手間とかもありますが、 Amazon だと家まで届くのもいいですよね。私も Amazon なしで生きていけないと思います。ではこれ、家族が間違えて開けちゃったみたいなんですが、これも私の購入物。まあ電子工作用って感じではあるんですが、アイリスのパーツケースですね。抵抗とかコンデンサを仕分けておいておくために買いました。割とお手頃価格。で、最後にもう一個小物が出てきました。これはさっきの UEW 線の太さ違いですね。まあこれも当然工作用。電子工作関係も結構いろいろ買いましたね。Amazon マジで何でも売っててすげえ。で、最後。自分用に買った一番大きいものは、プリンターですね。ギガタンク搭載モデル。最近書類の印刷がマジで増えたんで、ギガタンク搭載を購入。使ってる知人数名からの情報で、マジでインクがなくならないからインク代を考えると絶対にギガタンクモデルが良いとのこと。最近は、こっちのタイプのプリンターがかなり増えましたよね。どのくらい違うのか楽しみ。で、この流れで開封までやろうと思ったんですが、箱を開けたところで力尽きました。大量の荷物を運んだり開封したりしたんで、プリンタの紹介は別動画でやります。ってことで、以上で購入物は全てなんですが、このアイリスのパーツケースが予想以上に良かったので最後に紹介させてください。これ、棚が転んでも勝手に中身が飛び出ない作りなんですよ。上に持ち上げながら引くと中のケースは外れますが、こんな感じで棚を斜めにしても、中のケースが落ちてしまう心配がないんです。まあ、地震の時とかにちょっといい感じ。細かい配慮ですが、確かにいいですね。ってことで、今回は最後にパーツの仕分けの様子を流しながら、セールの振り返りなのですが、なんか今回の新生活セール、あんまり新生活で使うものが安くなかった気がしたんですが私だけ？そうだったんですか？動画概要欄に今回のセール配信で見つけたお買い得品のまとめリンクを貼っておくんですが、消耗品は生活用品とか生活雑貨とか、意外と安くなってたと思うんですけど、生活家電系があんまり割り引かれてなかったんですよね。あれ？でも、ポイントアップ対象は生活家電だった気が。リスナーさんの考察ですが、半導体不足で新製品のサイクルが鈍化したから、この3月の期末でもあんまり過去製品が安くならないんじゃないか。ってのがありましたね。まあ、PC のパーツ類とかサプライ系はいつも通り安くなってるものが多かったんで、私は満足できました。新生活セールっていう割には、意外といつもの Amazon セールだった。って感じなんですね。でしたね。皆さんは何か良いものを買うことができましたでしょうか？もしこれすごいお得だった。っていうのがあったら教えてくださいということで、今回の動画はこの辺で、かんなちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。